はい、それではニャン吉の将棋対局ということでですね、将棋クエストやっていきたいと思います。よろしくお願いします。私、今、5手引きましたね。ちょっと待って、名前が、はい、名前出ました。ですね。お相手先に角道止めてきたんですけど、6八銀としてきましたね。あ、これちょっと三間飛車含みなので、7五歩が嫌なので、7四歩とお断りしたいと思います。穴熊にする予定はないので、8歩は受けます。また微妙な手できましたね。こちらも態度を表明せずに指したいと思います。はい、中飛車になりましたね。ちょっと難しいところですね。6四歩と受けてみたいと思います。あんまり見たことないかもしれないんですが、この5四銀という手が成立しまして、5五歩には角が効いているので、同銀と取れます。これはもう一歩得なんで、もうすでにその局面は有利と。ということですね。これ北陸の方にいらっしゃる元奨励会の鈴木英春さんがやってる英春流の形ですね。試験飛車を抜きましょう。右試験ですね。もし7七角なら、9五角がいやらしいので、9四歩としたいと思ったんですが、桂馬跳ねてきましたね。まあ、こっちも桂馬跳ねましょう。ただね、こちら飛車が戻るっていう手があるんですね。それも有力ですね。ちょっと飛車が戻る手を含みにして、駒組みを先に進めたいと思います。これ、この瞬間仕掛ける手もありますね。銀は上がんなきゃダメですね。この瞬間仕掛けますか。仕掛けてどうなるか。まあ、向こうもあれですね。2五歩同歩、2四歩みたいな手もありますね。なるほど、だけど、取り込んでどうなんでしょうね。これは大きな一手入りましたね。これで飛車が浮いて、桂馬を受けときたいと思います。次にこっちは4五銀もありますね。4五銀痛いんじゃないかな。4五銀すごく痛いように見えますね。4五銀にはもう5五角とするぐらい。のような気がしますけど。それ以上の手があるかどうかですね。まあ、やりますか。4五銀として悪いと思えないですね。歩を取っちゃいましょうか。8八角成同玉で何でもないですね。22ですね。22角成に同玉。そこで5五角と打たれても、3三角ぐらいで、
なんでもないような気がしますね。三三角がいいか、四四角がいいかは微妙ですか。どっちがいいでしょうかね。ちょっと懐が広くなるんで、四四角にしてみましょうか。これも取るしかないんじゃないかと思います。そうですね。ここでどうするつもりなんでしょうね。8一角じゃつまんないですよね。まあでも8一角ですか。8一角には飛車か引いとくのがいいですかね。飛車が引きますか。飛車引いて5五角と、交換してから、歩を取り返すぐらいですか。向こうこれ、あれですね。角を、なろうっていうことですね。角なられちゃう前にガンガン行きますか。これも飛車打ちも決めますか。とりあえずこれが詰めろですね。こっち飛車渡しても怖くないので。これで角が鳴りますか。これがまた詰めろだと思いますね。どうなんですかね。いや、取る手がもちろん大きいでしょ、これ。銀も打てますからね。あ、勝ちになりました。はい。どうもありがとうございました。そうですね。まあ、英春流の、が、まあ、うまく、いいところが出た、将棋あったかなと思いました。もう、4五歩と仕掛けたところでは、もう良かったかな、という感じですね。はい。その後も、まあ、大きなミスなくさせて、まあ、4四角と打ち返した手もまあいい手だったかな、というふうに思います。はい、どうもありがとうございました。失礼します。